よーし、今日はサガフロンティア2全クリしてない名作をやっていこうと思います。よし、やっていきましょうかね。これはオープニングだね。セーブデータがないとオープニングから直接始まっていくだったような気がする。触ったことはあるけど、多分 4,5 時間くらいしかやらずにすぐやめちゃった全クリしてないゲームだね。ゲームシステムが特徴的でちょっと難しかったんだろうな、当時は。単純に繰り返し作業で技がひらめくっていうわけじゃなくて、組み合わせを試行錯誤しなければいけなかったんだよね。それが難しかったような気がするな。元気なお世継ぎであります。子供が生まれたから帰るぞ。我が息子に感謝しろい。いいね、アニメ調のゲーム、なんかほっこりするね。お帰りなさいませ、陛下。皇后かな。子供が生まれた当時はすごい大切にされてたんだよな。立派なお世継ぎ、お世継ぎ、その名に恥じぬよう立派な男になれ、名前を授けられて。ギュスターブの流れ行きましょう。うわー、懐かしい。さて、期待を一手に背負ったギュスターブ様、どうなってるでしょう。今日はギュスターブがファイアブランドの儀式に臨む日。儀式とパーティーの準備で城はごった返している。通過儀礼だよね。ファイアブランドの踏襲式継承するために力を示さねばいけない。王子は7歳なんだ。7歳になるとこのクベルに触れる儀式を行い、クベルというのはのファイアブランドのように自然からエネルギーを受けし、武器とかツールとかだったような気がする。王家を受け継ぐ資格を示すのだ。アニマっていう自然の力がこの武器を握ったことによって反応するんだよね。するはずなんだよね。わしはこういう力があるよ、持ってるよ、人間だよっていう力を示した王様。さて、ギュスターブ13世はどうですか。継承できますか。
うした？なぜだ？集中しろ。変にアニマを込めるのだ。なんということだ、力がないやないか。人間以下だ。こんな奴には王を継承させられん。あれは私たちの子ではない。お前もあれのことは忘れろ。ユスターブ13世、7歳であれと呼ばれる。あれとはギュスターブのことですか？あんなに可愛がってらしたのに。アニマが使えない、クベルが反応しない、それだけでギュスターブ13世はあれになってしまった。皇后からしたら儀式がうまくいかなかっただけ。でもしかし王様にとっては。なるほどね。王の資質どころか、人間という人間のエネルギーすらないんだぞってことだよな。そこらの草焼き石ころにさえアニマがあるのだ。草焼きいかだってことか。なるほどな。辛辣なお言葉ですね。だからこそ裏切られた気持ちなのだ。そうだよな、結局裏切りって何かって言ったら、その対象が裏切ったとかじゃなくて、自分が期待したのがなかったっていうことだもんな。勝手な期待なんだよな。王家のものにアニマがないなど、そんなことが許されようか。追放する、マジか。そうだよな、命はある。私に宿り、私が育み、私が産み、私が父を与え、私が育ててきました。母はギュスターブ側の、立場が違うんだね。息子に対する思いが違う。うわー、あっちいな。命を分け合った、すごいいい言葉だね。母親ともども追放されるのか。弟もいたんだっけ。弟はお兄ちゃんとお母さんが出てったから、僕を捨ててったって思っちゃうのかな。なんならお兄ちゃんに恨みが生まれそうだね。村の人ですら、あー手のひらくる。人格者だな。これからどうしたらいいのでしょう。ギュスターブ気になるね。追ってみよう。違うか。シルマール先生。
ギスターブ13世の先生だった子かな。これも家庭教師であった私の責任。なるほど。4年間、3歳から4年間7歳まで家庭教師をしてたけど、アニマがないことに気づかなかった先生、私の責任だと城を去る。あー、なるほどね。先生、最後にお聞きしたい。なぜあれにアニマがないと教えてくれなかったのですか？私にもわからなかったのか。感じたのですが、何か運命的なものも感じます。へえ。私は普通に王位を継いでくれる息子が欲しかったよ。そっか。弟はどうなるんだろうな。後継ぎとしてお母様、こんなところは嫌です。ユスターブさん、あなたのせいで一応追い出されたのに。いや、子供に罪はないけども。自分の現状があまり分かってないってことか。まあ7歳だしな。ブリューゲル、町の名前かな。あ、お二人をお連れしようと思い、シルマール先生が連れてってくれるってことか。え、何？あー、なるほど。追放だけじゃ飽き足らず、もっとひどいことされる可能性があるから、水王に保護を求める。あー、なるほどね。よし、行きましょう。いやー、頼りになる。水王の城下町かな。あー、ギスターブ城下町から外に出るのか。そうだね、城下町から離れるんだ。哀愁漂うね。ユスターブが再びこの城を見るまでに20年の時が流れることになる。現在7歳のはずだから、27歳の時に戻ってくるような流れなのかな。歴史的な RPG なんだよな、確か。ユスターブ12歳。ユーゲル、水王がいる、助けを求めた国だね。南大陸、ナ国の首都。ここに移り住んだギスターブ親子は、母子は、ナの水王から屋敷を与えられた。あー、保護されたんだ。術不能者であり、あー、彼の心をねじ曲げていった。東大陸の王族というのがギスターブの生い立ちなんだ。あー、そりゃあな、ちょっと貴族風なやつが引っ越してきたら一般の子供たちは近寄ってこないよな。
そっか、社用のギュスターブを子供たちはいじめるのか。ああ、友達みたいのができたのか。ああ、ひねくれてるんだ。よりいじめられるような状況を自分で作ってしまってか。対抗策なんだろうけどな。心が強情になるよな。お母様、抵抗できない弱い者をいじめるなど恥ずべきことです。じゃあなら、なんで僕のことをみんなはいじめるんだって思うよな。人間のクズなんだ。そりゃあぐれるよな。ギュスターブ見なさい。木々が花を咲かせるのは術の力ですか。鳥が空を飛べるのは術が使えるからですか。あなたは人間なの。人間なのよ、ギュスターブ。いやー、いい母ちゃんだな。泣いてるの、ギュスターブ。なんであんなやつにひっついてるのよ。僕、術が使えないから。うん、ギュス様だけなんだ、僕のこと分かってくれるの。うわ、オープニング、まだオープニングの中だと思うけど、だいぶ熱いストーリーだ。使える方からしてみれば、術が使えないってそんなに辛いことなのかなって思っちゃうよね。誰かと比較するっていうのがやっぱ辛いことだよな。使える人がいる、使えない自分がいるっていう。あけびを取ってきた。あけび？あの紫色の果実かな。ユスターブとカジヤ。ヤーデ。ギュスターブが13歳になると、ヤーデ付近に名目上の領地を与えた。おー、そうなん？じゃあちょっとした領主になったってことかな。ソフィーはギュスターブを連れてヤーデへ移った。あー、なるほど。ああ、ソフィー、ギュスターブのお母さんが水曜から言い寄られてたんだ。へえー。お、ギュスターブでかくなってる。あ、これでダッシュか。大切な宝物を落としちゃったんだ。探してやる。ギュスターブはジャイアンみたいな感じな気がする。まだボタンが分かってない。はい。ご注文は？ああ、ここがお酒屋さんだからってことか。いやー、綺麗なグラフィックだな。いやー、綺麗な音楽。ここも入り口か。
入るのかな、買っていいのかな。ギュスターブは剣とアクスかな。じゃあアクス買って、弓矢買って、槍買って、一つずつ買うか。まず一つずつ、あとは回復系の、あ、ここ鍛冶屋さんじゃない？坊ちゃんいらっしゃいませ。まあギュスターブが領主だからってことかな。坊ちゃん、鍛冶屋がそんなに面白いっすか。鉄、鉄に興味があるのかな。アニマがない、鉄に。まるで見せ物小屋みたいな言い方だな。何を作ってるの？鋼のナイフですよ。術を使わないで済みますから。へえ。そっか、石とか自然のものはアニマが宿って術が使えるけど、鋼はアニマがないからただそれだけの機能を使えるってことかな。そっか、ギュスターブは鋼に仲間意識を感じてるのかな。こいつは難しいな。兵隊なんかも石、木刀しか使いませんからね。あー、こういう世界なんだね。自分のために鋼の剣をこさえるんだ。オッケー、やろう。はい、よし、やろう。一生ものの鋼の剣を作ってやりましょう。ロマンシングサガの改造版にギュスターブ鋼の剣っていう専門の武器があったわ。ギュスターブの剣っていうやつ。なんでまた剣を鍛えようなんて考えたんですかい？俺は術が使えない。だから自分の力でできることを見つけなきゃいけないんだ。そこで鋼か。それとも鍛冶屋としての興味なのかな？鋼の武器としての興味なのかな？武器だよな。さて、年月が2、3年経ったかな？立派な剣が出来上がりましたな。うわ、かっこいい。ちょっと短いけどね。すごい。短剣みたいなイメージかな。お前、クラウドだったのか。バスタードソードが。その剣は確かにあるんだ。いや、ストーリーがめちゃくちゃいいぞ。あ、次15歳か。これ終わったらウィルの旅立ちの方に行ってみよう。ウィルはね、確か15歳くらいだったと思うんだよな、20とか。ちょっと大人。お、プリン。ずっと仲良くしてくれてるんだね。お、新しいキャラ、ケルビン様。東の洞窟に野党らしき連中がいるのを見たと報告が入った。明日の朝、城から兵を出して調べる。お、この方も領主さんかな。城主さん、城主さんかな。あ、みんなに警告しに来たんだ。立派な方っぽいね。そういえば先ほどギュスターブ様が洞窟の方へ行かれた。またギュスターブのやつか。そういう流れね。うわ、だんだん記憶が蘇ってくるな。あはは、そうなんだ。おっとっと。装備。え、装備は？
ふむ装備手製の探検、これだよな、さっき作ってたの。なるほどね、鋼のさっき買ってきたやつね。他に仲間いないのか。いないな。技装備かぶってないよね。はい、バトルスタイル、鉄砲玉ってこれしかないの。ひらめき率アップ、連携ダウン、よし、まずはこれかな。一人しかいないし、ほんでプレイヤーノート、システムコンフィグ、ステレオ、 OK、 呼び出しヘルプ、キーコンフィグ、 OKOK、 よし行こう。プリン連れてきたんかい、大丈夫かよ。練習なんだ。そっか、探検を作ったからそれを使いたいんだね。うわー、子供っぽいね。なんかモンスター以外にもいるって言ってたよね。バトルコマンド、キル。これは何？あー、デュエルか。あー、ミオヒル、これが探検、パンチ。なるほどなるほど、手製の探検を使いに来たんだよね。あー、これしか説明ないのか。じゃあまずは剣で。短くて可愛い。タケノコの里じゃん。あー、結構ダメージ入るな。いや、痛いな。あ、でも200あるのか。そりゃ。あ、強っ。アクション、あ、すごい兵だよ今。ディフェレクト、ダメージレンジが強いな。おー、強っ。あ、よし、4回か。HP は毎ターン少し回復するのかな。お、あ、強っ。何、切り返し強っ。けさぎり、けさぎり21。へえ、どういう意味だろう。ロマサガはね、1回の攻撃でね、1回の戦闘でね、いろんな武器使うとそれぞれにレベルアップ判定があるからね、効率的だったんだよね。こっちでも試してみるか。めっちゃいいな。最初はじゃあ、最初は柔らかそうなやつ、キノコ。強っ。リフレクト、いや、硬いな。強っ。ギス様強い。強っ。なんで？こりゃ負ける要素ないな。じゃあパンチ、ロマサガは悪党が強いって知ってんだからね。ラストの方が絶対最強になるんだよ。
ダメけ。リス様は多分腕力が強いから格闘が強いはず、強くなるはず。このくらいのダメージだったらいろんなこと試行錯誤できる。いいね。いや、ひらめくまで使ってみようか。素早さがいまいちだね。格闘は基本的に攻撃力と素早さだったと思うんだよな。あ、来た。聖剣好き59強。構えるパンチで、あーなるほどね。WP は技ポイント、技ポイントは、お、またずーやっぱりギュスターブは格闘にも適性があるね。あー連戦か。強い強い強い、嬉しくなるね。ラビットはちょっと強いから、ちょっとゲールをさせていただきたいんですけども、ダメですか。この後ボス戦とかあんのかな。デュエルしたいから、デュエル。おりゃ、このラビットさん強いな。硬い。なんか戦闘が楽しいな。音がいい。なんならなんか当たりを、スマッシュは歴代でも強い技だ。序盤で覚えたらかなり強いはず。技ポイント437強っ。硬っ。この通常バトルで覚えた技はデュエルで使えるのかな。けさがけ、けさがけとか覚えといた方がいいのかな。ほりゃ、何か覚えてくれ。あ、え、1減ったんだけど、ライフポイントやばっ。死なないけど減る場合あるんだ。このライフポイントゼロになっちゃうとゲームオーバーなはずだから、この敵には気をつけなきゃいけない。へえー、そうなんだ。マジかよ、楽勝だと思って。やばいやばい、もう2も減ってんの。硬い硬い硬い。硬い。ライフポイントを燃やすことによって HP の回復もできるんだよね。あらららららら、なんだなんだ。ちょっと、よし、この爪の黄色いモンスター要注意だ。火の矢。火の森か。ダッシュでぶつかったら陣形崩されるとかそういうのないの。やばいかも。黄色いやついっぱいいる。
つけよう。3対1はやばい。ナイス。いや、スマッシュはでもよく敵に避けられるはずだったような気がするな。けさ切り系の技を2つ覚えたのか。 WP の温存も考えながら。よし、ナイス。技ポイント全然減らないな。もうちょっと技使っていいってことか。そうだね、減らないね。じゃあこれ、うわ、スマッシュ強よ。レベルっていうのはないのかな。 HP アップ、技アップみたいな、そんな感じかな。一方ケルビンは、あ、ケルビンも俺が動かすんだ。なるほどね。ストーンナイフ、ケルビンは剣と槍の適性がある。あと音波、音波と野獣みたいなやつ、弓もあるな。じゃあ槍とこれにしよう。で、火がプラスだから火の術を使えるようにしましょう。おいー、ディスターブー、仲間が来たよ。うん、大丈夫かな。うん、4匹ディスターブさん、スターブのやつね。わー、来たー、ヒーロー参上だめっちゃいい時に来るやん。あ、技ポイント減ってるわ。だ、ケルビンは技より術だったと思うんだよな。術師系の適性だったような気がする。術も回復するのかな。ちょっと微妙だな。72って覚えとこう。確か火と石に適性書いてあったような気がする。火や、へえ、じゃあ火やっては安定の強さ。あ、やば、うーわ、強っ。火と矢の混合だからか。へえ、ちょっとやばいってケルビン。いや、ケルビンは執事だから弓矢がいいな。弓矢ガンガン使っていこう。聖剣好き、ヘルビンが 100HP なのに対しギスターブの HP は200だからな。うわ、やば、死んだやん、やばいって。うわ、強い、ワンパンやん。LP があれば戦闘終了後起き上がる、起き上がるけど LP がなくなると戦闘終了、ゲームオーバー。お前を探しにやってきたんだ。ここに野党が入り込んだらしいんだな。そうか、やつら野党か。フリンが捕まったマジかよ。あいつは俺の仲間だ。トマス教の力を借りたくない。
トマス教の息子さんがケルビンか。俺は奴らの懐に飛び込むから後ろから術で援護してくれ。やっぱり術師なんだね。結構無茶を言うけど人情味が熱いね。問題児ではある、あるな。これ子供だけで助けようとして二人とも捕まったらとんでもない問題になるやつ。この鋭い刃だけが頼りなのさ。こっちでいいのかな。あたたたたたたた、やばいって、ケルビンの HP がちょっと、敵の人数多いって。ケルビンいっぱい装備してるのになんでこんなにダメージ受けるんだろう。さっき40とか。の敵が特殊なだけかな。あ、すごいケルビン。あ、やべ、回復。あ、やべやばいって。お、またナイスすぎる。ユス様かっけーっす。ナイス。いや、危なかったね。最初から回復覚えてるなんてケルビン優秀。あー、技ポイント少ないんだ。へえ。十字切り。あれ、今朝掛け忘れちゃったよ。今朝掛け忘れちゃったんだけど。今朝掛けじゃないか、切り返しなくなっちゃった。アンデッド特攻、あーいいね。おりゃ、あーやっぱり弱い。やっぱケルビンは術か。防御力低いしな。なんか後ろに下げるみたいな、そういう陣形ないのかな。お、来た、デタラメや。絶対攻撃外れる場合も多々あるよ。ユスターブは技ポイント2、毎ターン2使っても減らないね。強い強い。パーティー増えたし、何かロールとか有効なものないの。ケルビンのキーレベルがアップ。ってことは回復が上がったのかな。だったかな。技装備デタラメや。あー、仲間が覚えたやつは、あ、なるほどね。あ、4つまでしか覚えれないんだ。へえ、あれ覚えれんだ。こっちとこっち何が違うんだろう。武具装備、いやー、ちゃんと装備してるよな。バトルスタイルを変えてみよう。行動順、仲間全員の攻撃。あ、へえ、へえ、すごいね。よし、ここ
その先でフリンが捕まったのかな。違うな。え、下のキノコとエンカウントしたんだけど。ペタラメア。いや、技ポイントの方がいいかも。貴族性じゃないかな。同じ敵にやった方がいいかな。あ、ワンパンだ。100でワンパン。お、いいね。やばいやばいやばい。じゃあ普通の打つで、射撃カウンター的な。すごい。え、ケルビン器用じゃん。ケルビンを狙わないでほしい。ギスターブの技ポイントがアップ。やっぱり攻撃前に判定あるのかな。お、こっちが明るいぞ。あー、なんか手強そうだな。いやー、序盤のスライムとか絶対強いんだよな。じゃあケルビンかな。ケルビン魔法あれだけど大丈夫かな。バトルコマンド、これがデュエルか。あ、なるほどね。魔法系で立ち回りたいんだけどさ、さっきの覚えてないもんな。火、火の矢を使いたいんだけど。いやー、覚えてないな。ちょっと失敗したな。レンって書いてあるのは連撃のことか。こうっぽいな。あー、ということで、じゃあ4回できるんだ。石はない、音波もない。炎大きい、炎大きい、炎大きい。そうだ、とりあえず魔法でねじ伏せてやる。火は攻撃ではないのか。お、術砲。まあまあまあ、なんか防御か何かを高めないと。フィジカルアップ。あー、なるほどね。音波系のレベル高かったんだよな。音波はないもんな。
石もないから水木とかかな。 HP は減ってないからなんか覚えたよな。なんか組み合わせで火水炎、炎を打つ、炎を打つかな、打つ炎、打つ炎かな。炎を打つ、炎を打つ、どうだ、火の矢が打ちたい。あ、ダメか、逆かな。なんだろう、回復かな。やっぱり物理は食らわないか。あ、勝てた。デルタペトラ、なんだろう、デルタペトラ。入った、ポケットしてた。デュエル面白い。なんかいろいろ試行錯誤できて、早めに技ひらめくって書いてあったような気がする。エルヴィン、デタラメや。で、切り返し、なんか強そうなやつ。よし、ナイスワンパン。あ、やっぱりミスする。いや、こいつ硬いやつは俺に任せろ。特性とかかなり重要そうだな。レベル上がったらいきなり100ダメとかいきそうだな。こっちじゃないの、この上か。ぽいな。パーティーステータス、 HP は大丈夫そうだ。ギュスターブの方が年上なんだ。いやー怖い、戦いたいけど戦いたくない。ちょっと取っておく。ここでもないじゃん。バックラ装備しよう。装備バックラ、じゃあどこ、下だ、下になんか入り口ある。温存にしようか。炎、なんかひらめいてほしいな。胴抜き、はめる気、よし。かっこいい、アクションがかっこいいな。これいつのやつ、すごいな。火も使っとこうか。違うか、なかなか術はひらめかない。火の呪文を使うとフィジカルアップ、防御力上がる的な感じかな。それはディフェンスアップかな。何だろう、
早く格闘のレベルが上がってほしい。変レベルアップ。変の方が強い特性なのかな、適性か。あー、下に落ちれるわけではないんだ。どっから入るんだろう。こっから？あ、なるほど、こっちか。違うな。で、どっから入んの、あれ。え？早くも最初のダンジョンから難しいんだけど。あ、こっちか。あ、なるほど。あ、こっちか。ちょっと新しい敵。やばい、なんか強そう。ギュスターブでいきましょう。なんか技強いの覚えれたらいいもんね。武器を交換しますか。武器、いや、武器はこのままか。何を覚えたいかがわからないからだけど、差掛け系が強かったよな。マイル払い。ああ。あ、マイル払う払う、差掛け連連連。よし。え、いきなり。撫で斬り。強さは感じない。で、残りの1回攻撃したみたいな感じか。あー、なるほどね。これでどうだ。払うけさ、払うけさ。おっしゃ、いけ。あー、連撃なんないかな。違う、敵かい。え、どういうこと。今のはどっちがどっちだった。めっちゃ食らっとるやんけい。見逃してもらうっていうコマンドになってんだけど。 HP の回復する。あ、ターン消費しないで HP の回復できるんだ。面白。さっきと違うやつやりたいな。キル払い、けさがけとかと。キル払う、けさ。さらにキル。あ、来た。あ、十字斬りはもう覚えてるもんね。楽しい。戦闘が面白い。あ、来た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 。新しい道。強い敵の場合はデュエルか選べるって感じかな。確かこいつはワンパンだったと。うわ、やば。マリとか使うか。腰ワンパン。ここもワンパンだったの。よし。で、ここはゆっくり倒しましょう。槍使ってみようかな。でしょうか。こりゃ、あ、すごい2桁ダメージになった。
ケルビン、矢使うと、あ、槍を使うと結構強いじゃん。じゃあ火も使ってみよう。あれ、そういえばさっき覚えたのないな。さっき覚えた技がない。なで切りだっけかな。技のストックにあんのかな。あ、槍レベル上がった。やっぱりいろいろな武器で攻撃した方がいいっぽいね。技、あった、なで切り。スマッシュと同じだ。使ってみよう。そっか、ある程度技の場所を開けとかないと。いや、2つ開ければ余裕か。え、どこ、え、行き止まりじゃない。じゃあケルビンもやってみるか。デルタペトラ覚えてるか。あ、デルタペトラ装備してないわ。デルタペトラどうやって使うの。石系の呪文だよな、多分。あー、やばいな、何も呪文わかんないわ。木、炎、木、炎、これでどうだ。木、炎、木、炎、なんかキーンって言った。やべ、4つもつながった。あー、まあ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 です。あ、やば、ケルビン100しかないのよ。あ、やばやばいな。では19か。ちょっと弱いね。やっぱ炎系使わないとダメージが防げない。あ、なるほど。やば、回復しなきゃ。死んでましたね。水は単体で回復なんだ。48。水を2回使えばほぼ全開するような感じか。やばいな、ここでちゃんとしたダメージ与えれなかったら死んでまうで。炎系使うしかないな。炎系と言われましてもな。頼りないな。槍、弓矢で弓矢で、とりあえず HP は回復しとこう。これはやばすぎる。炎、あ、 LP いっぱい持ってんじゃん。撃つ炎、撃つ炎です。あれ、でも連撃つながんないわ。やっぱ炎を撃つなんじゃない。あ、ダメか。でもダメージはさっきよりだいぶ稼げるはず。炎単体でも70くらい入る。敵か。うわー、50ダメか。2回攻撃消費して5、60入るのやばすぎるな。また HP の回復しないと。これに頼るしかないな、今回は。炎、炎、炎、
の艦隊が優秀すぎる。60。うーわ、本当に連撃、部屋内の方に住んでるか。やば、やばすぎる、それはやばすぎる。あれ、麻痺なのに動けるんだ。攻撃制限されるとかかな。いや、全然連撃し、コンボしないやん。いや、全然繋がらないな。いいわな、弱いからな。集中、はめる炎とかどうよ。これでどうだ。60、やばい。あー、麻痺だから攻撃が使えなかったのか。こりゃ連撃もできなくなるわな。はめる炎、はめる炎で今回こそ頼むか。あ、来た、反撃です。あー、敵から攻撃受けたから発動したって感じ。いやー、ギリギリの戦い、面白。いや、これあ、こっちか。来た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 、ボス戦、盗賊か。スカウト組もいるんだ。あれ、フリーン以外にも捕まってない？あ、これは女盗賊の方か。あ、こっちがフリーン。フリーン女の子みたいだな、可愛いな。なんだい、あの小僧は。堂々と強っ。なんだそりゃ、鉄の剣か。バカにされてんだろうな。そんなもんで俺たちとやろうってのか。面白い、面白いじゃねえか。お、個別で来てくれるのか。あ、デュエルやん。なるほどなるほど、やってやんぜ。剣はどうだっけ。これでどうだ。新しい。あ、やっぱ何か。貯める袈裟掛けでスマッシュなんだ。もう一回。こりゃ、どっちが200。強っ、200のなんて答えんの。はめる、けさ、はめる、けさ。よし、もう一回。やべえ、これは美味しい。200もダメージ当てんの。強っ。はめる、けさ、覚えとこう。はめる、けさ、はめる、けさ。何やられてんだよ。やっぱみんな術使うからそういうことなんだよ。バカなのか無能なのか。どっちもバカにしとるやん。やばいな、これはやばいぞ。あ、ありがてー。父になり代わって退治してやる。こりゃ金になるなってことか。身の代金をいただけるよ。合点承知で。昭和か。
ばいな、ケルビン削れてるんだよな。あ、削れてないわ。じゃあ、炎の指輪。ああ、やっぱりできる。あ、ギュスターブは一人、あ、できるじゃん。直接行くか。よし、直接行こう。あら、お頭のモラルアップ、なんて書いてあった今。味方を強化する技かな。怖いかな、もしかして。こういう場合はボスを集中攻撃でフルボッコって決まってるんだけど、やばいかな。え、ケルビン強っ。え、強っ。なんて書いてあったの。モラルかな。モラルがアップするとなんかあるのかな。強っ。これ負ける気がしないな。やっぱモラルだよな。あー、もう役に立たないね。やっぱりな、ボスをフルボッコだ。弓レベルがアップ、剣レベルがアップ。強いよ君たち。術が使えない。術も通じないなんて。あ、そうなんだ。使えないけど効きもしないってことか。へえ、不思議な体質だね。早くずらかろうぜ。誰か連れて戻ってくるかもしれないから。ツンデレかよ。助けに来といてそんなこと。術の素質のある子供をさらっていく。プリンは術の素質がある。ああ、なるほどね。どちらも。待ってよ、騎手様。ひねくれ者め、ツンデレだな。かわいい。よし、じゃあ今日はここで終わりにするか。ありがとうございました。